あれ破局受けたことないの？俺ないんだよ。JBBF でドーピング陽性者がなんと8人で出たと。去年から誰を対象にしたかよく分かってないんだけど、簡易ドーピングチェックみたいな簡単にできるチェックを200人ぐらいかなにやったら、だいたい200人中8人が引っかかったと。でしかもこれ結構うっかりドーピングじゃなくて結構がっつりドーピングなのかな。そうだからトレンボロンとか入ってるから、そうガチだね。やばくないこれ。結構やばい状態だよねこれ。 JBBF がナチュラル団体とは歌ってはいるけれども、うん、こんだけ使ってるっていう明らかになっちゃったわけじゃん。しかも簡易テストでこんだけ出てきちゃうんだから、こんなの氷山の一角だよね。いや間違いない。あれ破局受けたことないの？俺ないんだよ。これはまずい状況ですよ、おもちゃくん。いや間違いない。思うのが、うん、ドーピング自体が悪いって言われるよりも競技だからね。そう、ルールを守るっていう。そうそうそう。いやでもこれオリンピック競技ならねえよ。こんだけアンチドーピングを歌っているのにもかかわらず、多分どの競技よりも陽性者出てんじゃないって思っちゃうんだけど。やばいよね。だから某格闘技の人とかも全然、うん、一瞬一人でも出たら叩かれるけどさ、かける8倍だからね。太陽拳だったらやばいよね。この人ナチュラルなんじゃないか、いやユーザーなのかみたいな感じので、なんかよくわからなくなってたら一番恥ずかしいと思う。もっとやれよって思う。間違いない。もっと決められた土俵の上で戦うからさ、このスポーツって楽しいわけじゃん、うん、なんか例えばなんか相撲みたいなもので、うん、相撲取り同士が戦うから楽しいけどさ、うん、片方がショベルカーみたいなもんなんだよ。そうそう、うお来たみたいな、こいつ何なんだよみたいな。ショベルカーと戦って、しかも時々ショベルカーが負けるのがやばいんだよ。たまにいるよ。しかもあとはもう根本的に言うと、その自分の身を滅ぼしてほしくないし、そのなんか何人もそれこそあの世界とかオリンピアっていう大会出てた人たちが、まあそういう薬を使ったせいかわからないけど、うん、でも40代半ばとか若い年代でどんどん亡くなってる人とか心臓病とかで亡くなってるって言われてて、去年一昨年でね、うん、オリンピアチャンピオンも亡くなっちゃったもんね。ね、結構亡くなってるよね。そう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 。日本人の中でもさ、やっぱり誰々が亡くなったっていうニュースはここ直近 1,2 年でもポロポロ聞くじゃん、うん、こういうさ、ちょっとしたドラッグでも体への影響ってのはやっぱあるもんなのかね。いや相当あるね、うん、でもしその JBBF っていうナチュラル団体に挑むんであればナチュラルであってほしいし、正々堂々と挑んでほしいし、だからこそなんかあのこの前もさ、トレーニングとかでいろいろ聞かせるとかいろいろ言ってるけどさ、うん、ああいうのが生きてくるわけよ。だって聞かせなくていいもんね、極論ね。極論言っちゃうと、うん、だってある程度はでかくなるってことはさ、自分のその壁をどんどん打ち破れるわけだからさ、なんか本当のトレーニングの楽しさがどっかでもしかしたら分かんなくなっちゃうかもしれないし、うん、こうやって検査をしてくれることによって、うんうん、JBBF の信頼度ってのは上がったよね。めちゃめちゃ上がってる。めちゃくちゃ上がったよね。すげえ上がってる。ナチュラルの価値っていうのかな、がこれでまた上がりもしたし、うん、みんなね結構ナチュラルの限界を低く見積もりすぎ。